ご視聴あざます。しです。今回はアンチさはしませんでした。ゴールデン泥棒の真相、正直に言いますについてまとめました。実は結構前からなんですが、スイの過去の行動がゴールデン泥棒だということで指摘されています。今回はその件について説明させていただこうかと思います。まずこの動画の立ち位置ですが、本来はこの件について弁明動画を出すつもりはありませんでした。正直今でもこの動画を出すことが正しかったのか揺れているところです。理由としてはこの一連の流れは全て真宮山真美凜氏に関することだから、言いたい人には言わせておけばいい、そのつもりだったんですが、一方でスイのことを信用して擁護してくれるコメントも多数拝見しました。また個別 DM でも心配や事実確認の声を多数いただいたため、これは黙ってるだけだと今後も何かにつけてついて回る問題だと思い、弁明の機会を設けるに至りました。擁護してくれた方々、本当に感謝します。心配してくれた方々、しませんでした。ということで、マミリンさん、この動画だけお名前をお貸しください。はい、ダム、マミリンです。じゃあ次のチャプターでその説明をしますね。まず、直近のやり取りについてことの発端を説明しましょうか。少し前にスイの動画で取り扱ったレスワー相手の内本氏、この方がまた絡んできたことによります。まずは好き嫌い .com というサイトに投稿されたスイに対しての批判コメントをお聞きください。スイのことかな。スイなら香典集めるだけ集めてタヌキの遺族に渡せないとなる。やスパさん投げた人らに希望があれば返金する旨述べた後動画消したよ。この投稿を引用しつつ、内本氏が次のようなコメントを投稿します。裏金議員を追及しているスイさんに香典集めて返金してない疑惑あるけど、これは事実なんですか。今回の件はここが発端になります。では台本次第有効電集めとはどういうことなのか、まずはこの点について過去の流れを説明させていただきます。2024年4月26日、マミリン氏のご家族を名乗る方からマミリン氏の訃報が伝えられました。これに関してスイが追悼の意を表す動画を投稿しています。そしてそこに集まったスパさんを当初マミリン氏に送るという意思を伝えていたんですが、マミリン氏のご家族から受け取れないとの返事をいただいたため、現状は送れていない状況にあります。この状態をもってスイのアンチがマミリン氏の香典という名目でお金を集めて自身の懐に入れたという形でスイを批判している状況にあります。そして来本氏のポストに話題を戻しますが、このポストに対してスイが反論します。その反論はスイが言いたいことがほぼ含まれる内容になります。悪意誘導したい気満々だと思いますので、こちらに関しては反論しておきますね。まずそちらの内容は概ね事実です。当時マミリンさんのことで動揺してたこともあり、多様に落ち度があったことも認めます。ただ希望があればと言ってから目線ではなく、お金をいただいた方全員に謝罪した上で丁寧に説明したつもりです。そして希望された方には当たり前ですが全員に返金してます。いただいたスパさんが1000円で甘ギフを希望された方にはコンビニで1000円がなかったので上乗せして1500円支払ってます。動画を消したのも事実ですが、マミリンさんのことを引きずらず2枚を向こうという思いから1から2ヶ月は空けても返信がないことを確認してからです。これが事実かどうかは実際にスパさんを送ってくれた方が証言してくれると思いますし、私としてもやれるだけの誠意は示したつもりです。それでも私を悪人にしたいならそれ以上はお好きにどうぞ。一度は批判意見を聞きましたが悪意目的と判断します。以降はこのアカウントをミュートにして一切の返信はしません。どちらの意見が正しいかは各自でご判断ください。改めてになりますが、該当の動画での説明が香典集めとして誤解を招いた可能性がある、この点は推の知恵だと認めます。では本当に推は香典集めをして返金してないのか。誤解を恐れずに言うと、これは半分正解で半分間違いです。この点について詳しく説明しましょう。推が香典を集めたのかどうか、この動画での最大の論点はそこに尽きると思います。先ほどそれを半分正解で半分間違いと表現しましたが、正確に表現しますね。それは意図して香典を集めたつもりはない、でも表向きには相互認させてしまった可能性があるということです。それはどういうことか、あの追悼動画についてはその名の通りマミリン氏を追悼する意思を持って投稿した動画です。なのでその動画で得た収益は感謝の気持ちとしてマミリン氏へ全額送るという意図を持って投稿しました。それを視聴者様に伝えた上で動画を投稿したんですが、じゃあなぜそれを視聴者様に伝えたのか。それはスイのチャンネルにはありがたいことに定期的にスパさんを送ってくれる方が多数いらっしゃるからです。追悼動画で得た収益は1円たりとも自分の収益にするつもりはなく、マミリン氏に全額送る、それはスパさんも例外ではありません。なのでこの動画に限り、スイに向けてスパさんを送っていただいたとしてもそれは受け取るつもりがないので、マミリン氏に送らせていただきますね。スイに向けてスパさんを送っていただいた後にこの説明をしてもその方に大変失礼になると考えて動画で事前に断りを入れた。つまり確かに形としては香典ではあるものの、その意識も集めるという意識もなく、追悼動画で発生した収益でマミリン氏に感謝の気持ちを伝えたかったというのがスイの認識です。
そしてスパさんの返金に関しても放電という意識がない以上、あとはスイが動画で得た収益をどうするかというスイ自身の問題であり、それでも自身の懐に入れるつもりもなく、また動画でマミリン氏に送ると発信した発言が実行不可能になったことの説明責任を果たすために、せめて取れる対応としてスパさんの返金をさせてくださいとお願いしたものです。でもその説明が、人によってはスイにスパさんを送ればマミリンさんに香典として届くだろうと思わせてしまったかもしれないこと、第三者から香典を集めて懐に入れたと思わせてしまったかもしれないこと、そして X のとあるアカウントがお葬式関係の窓口を担当していたこともあり、状況的に誤認させてしまった可能性があったのではという想定も含め、それは受け手側の認識によるものなので、スイがそれを否定できるわけではない。そしてその後予定通り収益を全額マミリン氏へ送ろうとしたところ、ご家族から送金のお断りをいただいたため、そのお金が宙に浮いた状態にあるというのが、スイが香典泥棒扱いされていることの経緯です。ここまで聞いて、そんなの後付けの言い訳でしょという方も出てくるでしょう。なので証拠を提示しますね。マミリン氏の追悼動画冒頭の説明部分を提示します。ではどうぞ。皆さんにお聞きしますが、今の説明で香典という言葉は出てきましたでしょうか。そしてスイが積極的にお金を集める意図は感じられましたでしょうか。香典という言葉は出てきたかについては明確にノーと言っておきましょう。そしてスイが積極的にお金を集める意図は感じられたかについては、個人的にはこれもノーと言いたいですが、それは受け取り側の認識になると思うので、スイから判断するつもりはないです。スイはそういう意図はなかったと断言しますが、それでもそういう意図を感じたと感じる人がいるなら、そこにはスイの説明責任、説明の落ち度は確かにあると思います。特に実際のお金のやり取りが発生してますので、そこに受け取り側の認識を否定することはできないと思ってます。それがこの文章での対応に落ち度があったことも認めますという一文に込めた気持ちです。ここにおいて可能性ではあるものの、スイは非を認めましたが、それ以外のアフターケアに関してはやるべきことはやったと思ってます。先ほど言った通り、追悼動画においてお金を自身の収益に入れることは本意ではないので、スパさんを送っていただいた方全員に連絡しました。可能な限り丁寧に説明し、返金先を教えていただければ返金させてほしい旨は伝えました。こうして説明と返金のやり取りについてある程度一段落し、それでも遅れて気づいた人のためにしばらく間を空けても返信が来ないだろうことを確認して、動画を非公開にしました。非公開にした意味は、追悼動画はここに書かれている通り、皆さんへの説明とマミリン氏へ思いを伝えることが目的の動画だったからです。そしてその両方の役目を果たしたと感じたので、そして視聴者様に向けた動画ではないので、これ以上公開しておく必要がないと判断して非公開にしました。そこに対はありません。さてここまで聞いて、今度はあの動画がスイが自分に都合がいいように後付けで作ったものだと批判する人も出てくるでしょう。その場合、先ほど言いましたが、該当動画は削除ではなく非公開にしてます。つまり改めて公開することも可能ですので、ご希望いただければ申し入れてください。きっと投稿日が明確に分かる形で視聴可能になるでしょう。ただし、この動画はスイがマミリン氏への感謝を込めて送った動画です。それをいかに視聴者様といえど、この動画だけは軽々しく公開するつもりはありません。それに対して証拠も提示せずにケチをつけるというなら、スイのマミリン氏との思い出に土足で踏み込むのと同義であることをよく理解してから批判してきてくださいね。スイが香典を集めたかという点に関してのスイの説明は以上です。それと合わせてもう一つ批判されていることがあります。以下、すき焼きチャンネル氏としなびたずんだもん氏のポストを引用します。で、結局お金集めるだけ集めてないないした話は事実だったん？せっかく来たのなら確定的な情報を聞いておかないと無駄足になるのは嫌だわね。事実だったよ。なるほどの。時事系なんてものには興味ないからこっちはスルーだったわ。香典集めおじさんより有害なやつがおったんだな。いやいやわ。ということで、スイがスパさんを含む収益を自分のものにしてるかという疑問にも答えますね。安心してください、スイが責任持ってプールしてます。これ以上待ってもコンタクトがないと諦めて追悼動画は非表示にしてますが、今でもスイはスパさんの返金を受け付けてるつもりでお金を確保してます。なので返金を希望する方がいましたら、ぜひスイ宛にスパさんを送金したことの証拠付きで連絡ください。今後も無期限で返金を受け付けるつもりです。すき焼きチャンネル氏としなびたずんだもん氏にお伝えします。スイとしてもスパさんを受け取ったままは正直不本意です。これだけ明確に批判したからには、ぜひともスイにスパさんした人を積極的に探してスイに取り次ぎをお願いしますね。もちろん拒否はしないですよね。ニックキスイが皆さんからいただいたお金を懐に入れるのを阻止できるんですから。では次の話題です。
メスガキタカシ氏というアカウントと今回の件でカルクレスバーをしましたので、そちらもご紹介しますね。返金希望されなかったお金はどこに行ったんですか？光年として集めたものですね。返金希望されなかったお金に関しては先ほど説明した通りです。またそもそも皆さんから光電を集めた認識もないので、それを光電とするかは推に聞かないでください。気になります。いえ別に、ただこういう質問に即答しないということは何かしらの後ろ暗いことがあるんだろうなと思っただけです。そもそもあなたは集めただけなので、本来希望者ではなく全員に返金するのが普通なのですが。めっちゃ気になってて草。それにしれっとすごいこと言いますね。返金先もわからない相手にも返金しろと。面白いので、過去に S 場で惨敗した時のリベンジマッチを受けしますね。推としては擦る気満々ですが、一旦引く姿勢を示した方が相手はより乗り気で攻めてくると思います。では答えません。答えない理由は後ろぐらいからではなく、すでに説明責任を果たしてるからです。これ以上はどんな説明をしても悪意誘導する人間らはめいてるだけなので。そうですか。まああなたが勝手に想像しろというので、この釈明文から読み取れる通り、希望者のみ返金して、あとはポテないないしたということにしておきますね。はい、釣れた。無理やりにでも既成事実として認めさせたいんでしょうね。では返金先もわからない相手に返金しろという無茶な要求をされたメスガキタカシ氏に対して、同じ要求をしてみましょう。じゃあボーナス問題ね。明日8時に現地集合。その現地とはどこ？これに正解できたら何でも答えますよ。片や送金先もわからない相手に送金しろ、片や集合場所がわからない相手に集合場所まで来い。推としては無茶な要求だとは思うんですけど、とはいえメスガキタカシ氏はその要求を推にしてるわけです。当然自分はできない要求を他人に強要するなんて無責任なことはしないですよね。いや別にいいんですって。そんなボーナス問題答えなくても、あなたが出した情報から読み取れる答えがそれなだけなんで。くさ。いやいや、答えられないのは最初からスイも分かってましたよ。でもその回答不可能な無茶な要求が自分に向いた途端に答えなくても別にいいわ。くさ。じゃあ返金状況もあなたに指摘される筋合いないやん。スイとしてはこの返事は敗北宣言と受け取りました。あとは彼とのトークを楽しませていただきます。気にならないんじゃなかったの？何を無気になってるんですか？無気になっていないなら無視をしなければならない理由は何ですかね？こちらとしてはもうあなたがポテないない下で終わっているので用はないです。まだ何か用がありますか？無気って何？誤字です。まだ用がありますか？最後に笑わせていただきました。他には特にありませんので。無気。賠償な勝利おめでとうございます。無気。秘宝桜木水。アンチとの友情が芽生える。以上です。メスガキタカシ氏、遊んでくれてありがとうございます。あなたのことは10月いっぱいまで忘れません。ということなので、せっかくなのでここで他の批判意見にも回答しておきましょうか。先ほど紹介いただいたしなびたずんだもん氏からのお便りです。命名光電ポケないない時系メガネ。素敵なあだ名ありがとうございます。でもその名前は推としては不本意なので、お名返上するためにお力添えいただければと思います。そこまで明確に他人を批判したんですから、責任持って推にスパさんを送ってくれた方を探して、推の返金を受け取るように働きかけをしてくださいね。次、月焼きチャンネル様。桜木水はマミヤママミリンガださい。光電集めしてパックンチョしたって本当？本人に直撃取材した方がいいかな。あなたも同じく、水のお名返上のためスパさんの送り主を探してくださいね。水は説明責任は果たしたので、今度はあなたが発言の責任を取る番です。お次はスト高速氏。証拠はありません。なぜなら私が動画を消したので。ガチクサ。証拠隠滅しとるやんけ。証拠隠滅について誰でもわかる初歩的な説明をさせていただきますね。証拠隠滅において何より重要なのは対応のスピードです。それはそうですよね。証拠隠滅に時間をかければかけるほど他人に証拠を握られてしまいますからね。その上でスト高速様にお聞きしますが、全てのスパさんに返信してその返信待ちをするという悠長な行動をしている人間のどこに証拠隠滅の要素を感じたんでしょうか？さらにスト高速様にお聞きしますが、そんな無防備に晒し続けていた証拠の保全をしてないとか、ちょっとありえないですよね。証拠の提示を待ちしておりますね。続いて加害つかし。葬儀に行けない顔見知り同士ならいざ知らず、ネットで無分別に光電を集める初動からして常識と誠意に欠けた落ち度です。注がれる視線は学位よりも嫌悪と軽蔑だろうね。それが怖いのなら真面目に誠実に生きるって話だ。そしてこの連中、金にならないと見るや四十九日すらガン無視したよな。まず一番理解しがたいところなんですが、四十九日っていつから SNS で実施報告する義務が発生してたんでしょうか？その点を説明いただければと思います。
そして先ほどの通り誤解を与えた可能性は落ち度として認めましたが、とはいえあなたもネットの不正確な情報をもとにかなり攻撃的かつ断定的な発言をしてると思いますが、こちらは落ち度に関して認めたので、次はあなたがその不正確な情報をさも真実かのように断言する発言を落ち度として認めてくださいね。続いて数蔵女様。タヌキの香典仕立てで集めた桜木水産、返金したらしいけど返金したとだけ言われてもな。いつも相手側には証拠出せ証拠出せと厳しいくせに自分は詳細な証拠出さないんですか。無罪を証明するいい機会ですよ。はい、言われた通り証拠を出しましたよ。あなたに証拠を出せと言われてらしたんですから、人としてすべき態度はありますよね。返信をお待ちしております。はい、次、神尾大様。桜木氏は香典詐欺をやったらしい。断定ではなく憶測とはいえ、他人を犯罪者呼ばわりしたんですから、それなりの態度を示してくださいね。次、大本氏。桜木水産がマミリンの訃報に乗っかって集金活動してたのは事実なんだよね。ということで、あなたは水が集金活動をしたと断定しましたね。水は受け取り側がそう認識した可能性を示しましたが、先ほどから言ってる通り水が認めたのはその可能性だけです。実際にそう認識してスパさんをした人がいたという事実はまだ認めてませんし、証明されてません。なのであなたも断定していった以上、水の説明が集金活動だと認識してスパさんした人を証拠付きで提示してくださいね。それがあなたの発言責任です。簡単に調べた範囲ですが、水に対しての批判はこんなところでしょうか。この動画で使用した投稿は全て予託済みの状態で概要欄に URL を載せておきますね。今コメントを紹介させていただいた皆さん、1週間くらい待ちますので、それぞれ明確な証拠を持ってしっかり反論してくださいね。あなた方が提示すべき証拠は2つです。それは水が香典泥棒であるという証拠です。つまり視聴者様に対して香典と称してお金を集めた証拠と、それを自身の懐に入れた証拠です。こちらは明確に証拠を提示したのに、そして先日より水が香典を集めた証拠を提示せよと言ってるにもかかわらず、一向にその証拠が出てこないという不思議。状況的に見て本来水は圧倒的に不利な状況なんですよ。だってこれだけ水を香典泥棒扱いしてる人がたくさんいるわけですし、そもそもあなた方から仕掛けてきた喧嘩です。誰か一人でも水を犯罪者扱いにしてるに足りる証拠を提示するだけで勝利なわけですからね。個人的には村人が全員預言者の人狼ゲームで人狼の役になった気分ですよ。ということでアンチの皆さん、証拠の提示をお待ちしてますね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。